ゴミ屋式セルフネグレクトとは、個人自身の基本的ニーズに対して発生するネグレクト行為であり、それには不適切な衛生、服飾、食事、医学的状況などが挙げられる。より抗議には、個人の保険、衛生、生活環境などのセルフケアが不足している状況を言う。重症なケースは、ディオゲネスシンドロームと呼ばれている。一般には、 アメリカの全米高齢者虐待問題研究所が定めた定義に準じた、高齢者が通常一人の人として、生活において当然行うべき行為を行わない、あるいは行う能力がないことから、事故の心身の安全や健康が脅かされる状態に陥ることという定義が使用される場合が多い。キシエミコラは、セルフネグレクトを次の6つの因子にまとめている。なお、 外部からの支援を必要とするセルフネグレクトでは、これらの因子が複数当てはまることが多い。なお、精神的に健全で、自らの自己決定で、セルフネグレクトと同じ状況に意図的に身を置くものについては、基本的にセルフネグレクトの範疇からは除外される。しかし、客観的に見た場合、意図的なセルフネグレクトと非意図的なセルフネグレクトは、なんだか割りがないため、 臨床において、その線引きは議論の対象となる場合が多い。騎士は、セルフネグレクトに陥りやすい危険因子として、精神障害やパーソナリティ障害といった心理的な問題、ライフイベントや天才などによる人的物的な喪失、複雑化した福祉サービスや他人の世話になることへの危機感、身体の障害や経済的困難、人間関係の危機などを挙げている。 セルフネグレクトは脳障害、認知症、精神疾患の結果としても起こりうる。イギリスの ANG クラークラが提唱したディオゲネスシンドロームは身体、環境の不衛生や脅迫的な溜め込みなどの過度なセルフネグレクトや無気力、恥の欠如など意識の低下を特徴とする。このような意欲の欠如は精神科の薬の副作用としても起こりうる。 AB パスウェイズコーセズ、アウトオブザ・シャドウズ・アーカイブド2007年9月10日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ABCDEF ・キシエミコ、セルフ・ネグレクトの人への支援、コミ屋敷、サービス拒否、孤立事例への対応と予防中央放棄2018年、ISBN 978から4から805852453ピア・ニッシモ、2から22、 55から59、サーベイファウンド79%オブアダルトプロテクション、サービスケーシズワーセルフネグレクトエルダーズセルフ、ネグレクト、ザ・プロフェッショナル、S チャレンジエイジング FINDARTICLESATBNET.com、ハット BBC ニュースヘルス、ヘルス、チェックデマンドフォーメントリール。ありがとうございます。